あ、皆さんこんにちは、石平の中国週刊ニュース解説でございます。今日は2021年9月18日ですけれども、今日取り上げて解説するのはこの3つの話でございます。まあ一つは江沢民、胡錦涛抹殺が始まったことの意味、2番目は軍屈の音が聞こえる招集の北京、3番目は中国経済を襲う8月のブラックスワンということですけれども、で、まずこの江沢民、胡錦涛抹殺の話からしますと、実はね、中国の人民日報は、今年の7月18日から、中国共産党人の精神的系譜を論ずるというね、連載のそういう記事をね、断続的に、まあ、掲載 しています。この連載記事の趣旨は、まあ、要するに素晴らしい共産党の素晴らしい精神の発揚という視点から、今までの、まあ、共産党史上の、まあ、重要な出来事を、まあ、取り上げてそれを論ずるということですけれども、で実はね、この、まあ、連載は、まあ今までも17回まで、まあまあ、やってきてますけれども、実はこの第15回、16回、そして第17回はね、それぞれ1998年の揚子江の、まあ、大水害と、2002年の SARS、コロナと同じようなそういう、ね、感染病の拡大が、まあ、2002年 SARS ということがあって、でまた2008年にはね、私の出身地である四川省でね、大震災が、まあ、起きた、この3つの出来事を、まあ、取り上げて、そういう共産党の人々が党中央の指導下で災難奴隷勇敢に戦ったという精神を、まあ、讃えたというのが、この、まあ、3つの、まあ、この15回から16回17回の、この連載記事 の、まあ、中身ですけれども、で、まあ、これはね、一番直近の、まあ、第17回の、記事が、まあ、こういうふうにね、人民日報の一面にね、掲載されていまして、またこれでまだ7分か8面でまだね、この詳細の内容ね、同じ人民日報、同じ日の人民日報でね、また、もう一度ね、詳細内容も掲載されてるんです。結構人民日報が力入れたという記事ですけども、しかし問題はここで一つ、まあ結構奇妙なことが起きてるのは、実はね、この第15回目、第16回目、第17回目が、取り上げた、例えば、揚子江の大水害の時、あるいは、まあ、2002年の、まあ、SARS の時、あるいは2008年の四川大震災の時にはね、当然、当時の共産党の指導者は今の習近平ではなくて、1998年の揚子江大水害の時に、当時の、まあ、国家主席が江沢民という人であって、当時日本のテレビでも伝えたと思いますけどね、彼は結構震災地の、まあ、一番肝心なところに行って、人道指揮を取って、まあ、それテレビにも、まあ、結構映ったということ。しかし、今人民日報が掲載した、この揚子江の大水害を、取り上げたこの記事においては、もう江沢民の名前と当時彼の、まあ、いわゆる、まあ、実績か人道指揮を取ったそういうね、功績が一切ね、隠蔽されてしまって、もう江沢民という名前はね、一切出ないんです。でまた2002年の SARS の時、あるいは、まあ、2008年の四川大震災の時、その時国家主席だったのは、まあ、胡錦涛さんという人で、SARS の時ですよ、まあ、胡錦涛さんも、まあ、先頭に立って、この封じ込めに、まあ動いたということと、また特に2008年の四川大震災の時にね、国家主席の胡錦涛と首相の温家宝が交代でね、現地入りして、ずっと現地でそういう人道指揮も取ったということも、やっぱりね、今の人民日報の記事からね、もう完全に消されたんです。要するにこのことは誰も一切触れないんです。いや、その代わりにですよ、
江沢民、胡錦涛の名前が抹殺されたと、その代わりにね、習近平の名前がね、この3つの記事にね、頻繁に出てくるんですよ。そもそもですよ、あの1998年の揚水揚子江の大水害の時、あるいは SARS の時、四川大震災の時、あの頃ね、まあ江沢民、いや、あの習近平はもう、あの地方で性交渉とか福建省、あの頃地方で勤務してて、そういう出来事と何の関係もないのに、しかし当時の当事者である江沢民、胡錦涛の名前が消されたと、その代わりにね、習近平が、その当時の出来事を取り上げた今の記事にね、頻繁に出てきて、あの何か指摘したり、あるいはまあ水害といってでも、あの1998年の大水害の時にね、江沢民が現場にいたことが、この記事からまあ隠蔽されたんですけど、しかし、あの去年のね、水害の時にね、習近平が多少で、ね、安徽省に 足を運んだだけのことで、この記事にね、大きく取り上げてしまうというような、話ですよ。じゃあそれがじゃあ一体どういうことなのかとなりますと、いや考えてみれば、まあ今までの中国共産党ね、あの歴史の隠蔽はよくやってきたんです。ただし今までね、例えば以前の指導者の名前を消すというのはね、要するに失脚した指導者に対して取る措置であって、例えばあの毛沢東の文化大革命時代ね、劉少奇が失脚すると党の記録から劉少奇の名前が一切抹殺されてしまう。あるいは任表事件という事件があったでしょ。任表がクーデターをあの企んで失敗して、まあ、死んでしまった。それ以来任表の名前もあの共産党のね、記録とかそういう人民日報の記事から完全に消されたんです。しかしあの江沢民と胡錦涛、今両方とも、まあ、2人とも健在ですけどね、あの失脚したわけじゃないやろ、粛清されたわけじゃないにもかかわらず、それほどね、あの今の習近平政権の下で彼たちの存在をね、あの消してしまう、あの抹殺してしまうということは、それは何を意味するかとなると、まあ私の理解ではね、一つがやっぱり習近平の思惑としては、要するに、あの前任の指導者江沢民にしても胡錦涛にしても全部抹殺することによって、あたかもね、自分は毛沢東と小平と直接につながる、要するに毛沢東と小平と肩並べる、あの次世代のまあ指導者の立場を確立したいんです。あの自分以前の指導者全部抹殺してしまう。あと残っているのは毛沢東と鄧小平と、まあ、自分、それそうすると自分が鄧小平、毛沢東と、並べるようになっちゃうんですわね。それが一つ。もう一つね、やっぱりね、彼はそこまでやるということが、要するに自分の政権に対する位置づけが、自分の位置づけは要するに鄧小平時代に対する習近平の時代という位置づけであって、まあ、おそらくこの論議からすれば、例えば胡錦涛も江沢民もせいぜい、まあ、鄧小平路線を受け継いだ、まあ、鄧小平時代のまあ指導者であって、あの自分の時代を持つことなかったっていうのは、まあ、今習近平さんの考え方。逆に胡錦涛と江沢民と比べれば、自分は毛沢東時代と鄧小平の時代と並べるような、習近平の時代が俺が持ったぞということ。しかし問題はここですよ。あの誰でも知ってるように、あの鄧小平の時代というのはね、まさに鄧小平が毛沢東時代の政治に対して、あるいは毛沢東の政策方針をに対して、それを否定して、それを路線転換したからこそ改革開放があって、それで鄧小平の時代があった。要するに鄧小平の時代というのは前の毛沢東時代に対する否定の上に成り立つ。そうなると自然ね、あの必然的に習近平の時代も当然ね、やっぱりこの時代は成り立つならば、やっぱり鄧小平の時代を否定して、鄧小平の政策路線を否定して、そこから路線転換を図って初めて習近平の時代がある。
そうなると今日の話はね、まあ、前回前々回の話とは完全につながってくるんです。要するに習近平が今やってることが、要するに鄧小平の改革開放路線、それ以来のこの時代にこの路線を引っ張ってきたこの鄧小平の時代を葬り去るんです。否定するんです。それで否定した上で自分が鄧小平と違ったそういう時代がこれから作るっていうことが、いやまさにね、前回と前々回のまあこの、ニュース解説でね、解説した習近平のいわゆる第二の文化大革命の真意がまさにここにあるのではないかっていうのは今日のまあまず、一本目の話でございます。いや実はそれとも全く関連性もないわけでもないけれども、習近平政権ができてからご存知のようにずっと、まあ、軍事拡大やってきて、まあ、南シナ海あちこち手を出して、まあ、要するにね、軍事的に非常にそういう拡張的な戦略を進めてきたんですけどもね、それで習近平が今まで数年間軍の部隊を視察するたびに必ず戦争の準備を整えようという話するんですけども、やっぱりね、今年の、まあ、要するに9月今月に入ってからやっぱりね、北京から聞こえてくるのはやっぱり軍屈のね、そういう報道じゃないかということです。いやそれはどういうことなのかとなると、まあ一つはね、9月9日ですよ、あるネット情報でね、人民解放軍が来年度、要するに2002年度においのそういう先行勲章、まあ要するに戦争で、手柄を立てた人間にあげる勲章をというものを要するに大量に発注する予定であるということが、レード上でね、暴露されたんです。まあこれはね、まあ一応レード上で暴露されたという話ですけどもね、それによりますと、例えば2021年度の、まあ、注文した、要するに今年ね、注文したそういうね、勲章が、まあ、1等から、まあ、4等までは、例えば 3枚、10枚、50枚。しかし、今、2002年、来年度、発注する予定のそういう勲章はね、数がすごく増えてくるんですわね。3枚から10枚、3枚から20枚、3枚から20枚、10枚から50枚、さらにね、3等先行賞、まあ要するに大体ね、戦争が起きると、大体中国の場合は、まあ一番兵士たちよくもらえるのは1等賞、2等賞ではなくて、やっぱり3等先行賞はね、3等先行賞の勲章は発注した数はね、2021年の100枚からですよ、2022年の1万2000枚までね、膨らんでくるんですよ。で、また4等先行のそういう勲章はね、2021年度は、まあ、200枚発注したんですけどね、それ来年度にはね、2万4000枚の発注になっちゃうんです。まあ、それはね、ネット上の情報ですけどね、実は私もこのネットのこの、表をコピーして、まあ、パソコンにね入れて、まあ、取っておいたんですよ。今ね、中国のネットに入ったらこれはもう完全にもう消えてしまうんです。それ、人民解放軍の公式サイトを探してもね、これがもう出てこないということ。じゃあもしそれが事実であればですよ、今私はまだこの、この表はね、本当かどうかまだ最終的に確認が取れてない。しかしもしこれが事実であれば、要するにね、今年より来年の先行勲章のそういう解放軍の発注の枚数はね、これね、例えば200枚から2万4000枚まで増えてしまうことが、明らかに戦争が起きることを想定した、まあ、行動というしかない。で、いや、もちろんそれだけではなくて、同じ9月にはね、例えば有名な環球時報、まあ、一番高派の新聞はね、それ数回にわたってそれで外国、台湾とか外国に対して軍事的恫喝を行うんですよ、堂々と。例えば9月12日の環球時報ですよね、の社説ですけども、
で、アメリカが今はね、台湾の中米代表部の名称をね、台北何々から台湾へとね、改称するを検討しているというね、確かにイギリスの新聞が、そういうふうに報じたということで、それに対して人民日報系の環球時報が早速社説を出して、もしそうなったら我々は厳しい軍事装置を用いてアメリカと台湾を打撃すべきであり、台湾海峡で彼らの足を折れでやろうというふうにね、恫喝するんですよ。しかも今度ね、人民に環球時報の恫喝する対象はね、もう台湾だけではなくてアメリカまで恫喝するんですよ。お前たちの足を折れでやるぞっていうような。でまた、9月16日にはね、まあ、今度別のことあったのは、要するにアメリカとイギリスがオーストラリアに対してそういう核潜水艦の技術を提供するというふうに決めたということに関して、環球時報はまたもや社説を出して、何が言ってるかというと、豪州はいずれか中国の反撃の標的になり、で豪州の兵士が南シナ海で命を失って、豪州本土も中国のミサイル打撃に遭うぞというふうにね、戦争恫喝したんですよ。一応ね、豪州オーストラリアが中国と外交関係も現に結んでる国ですよ。外交関係のある国に対して、お前たちの兵士が命を失うよ、お前たちの国土にね、本土にね、ミサイルを撃ち込むぞというのはね、そういう戦争恫喝ね、まあ私の記憶の中でもそこまでやるのは結構珍しいですよ。もうあからさまの、まあ、軍事恫喝、しかも中国と外交関係もある国に対してですよ。で問題はね、さらに問題にしなければならないのは、その恫喝の、ね、環球時報がやってるだけではなくて、いや実は環球時報のこの社説、まあ例えばオーストラリアに対する恫喝の、前日にはね、習近平さんはどこ行ったかというと、まあ彼は陝西省で視察したんですよ。その視察の中で解放軍部隊も視察して、どういう号令を出したかというと、戦争の準備に焦点を当てて任務遂行努力を全面的にアップせよというふうに、まあ号令したんです。要するに戦争の準備を何よりも大事な話、それに焦点が当たって、その戦争において任務を遂行する能力、まあ要するに戦う能力、敵をやっつける能力をそれ急いでアップしようという話で、ちなみにこれはまあ9月16日の、環球時報の社説、まあオーストラリア豪州に対する恫喝のね、社説がこれであって、これはね、人民日報が一面で掲載した、習近平が、陝西省でね、解放軍部隊視察した時の、まあ、いわゆる重要講話のタイトル、明確にね、戦争に備えるというね、備戦、ね、という言葉は明確に出ていますよ。まあ、ということはね、じゃあ何が言いたいかというと、まあもちろんね、だからといって今中国はね、まあすぐアメリカに軍事攻撃を仕掛ける、あるいはすぐね、オーストラリアにね、ミサイルを撃ち込むということは、まあ今のところはまずないだろうと言いますけど、しかし問題はね、今中国国内でそういう雰囲気にはなっていることは事実です。要するに新聞紙、共産党系の新聞紙は盛んにね、外国に対して軍事打撃やるぞ、ミサイルを撃ち込むぞ、そういう恫喝を行う。それで習主席が解放軍を視察するたびにね、まあ戦争の準備、急いでやろうというふうにね、号令を出す。ということはね、この国全体がね、体制全体はますます戦争気分にね、駆り立てられていくんです。そうするとね、時にはね、歴史から見ても分かるように、時にはね、そうなると、もう指導者の、考え、指導者の、本心とか、あるいはまあ、理性的判断とは関係なく、この国全体ね、要するに、において一種戦争突入への流れが作り出されてしまうという話になっちゃう。まあ歴史ね、
まあ、第二次世界大戦中の歴史を見てもそうだったんでしょ。そういうような、まあ、危険な今そういう状況が今現実に中国北京にあるんですわね。まあ、だからこそ、まあ、今日私が付けた名前は、付けたタイトルが要するに、ね、ゴンクズの音が今も北京でね響き始めてる、もう聞こえてきてるよということです。まあ、この2番目の話ですけども、3番目はねちょっと経済の話もしたいと思いますけども、中国でね、まあこの数年間よくブラックスワンというね言葉出てくるんですよ。黒いスワンですわね。まあご存知のようにいわゆるブラックスワン理論というね理論があって、要するに経済、特に経済の面、金融の面でね、要するに今まで経験したことのない突然何かね、出来事、突発的な事件が起きてしまうと誰も対応できなくなって経済全体がダメになっちゃうというのは、まあこのブラックスワンという理論です。まあこの理論からすれば、例えばアメリカを襲ったリーマンショックはね、まさにブラックスワンの典型ですけどね。それで中国でもね、今まで、数年間においてやっぱり金融とか不動産市場とかね、場合によってブラックスワンがやってくる、襲ってくるのではないかという、声がずっと上がってきてまして、いや実は習近平国家主席自身も数回にわたってまさにこのブラックスワンという言葉を使って計画を発したこともあるんです。いや8月ね、9月になるとどうやらね、このブラックスワンが襲ってくるかもしれないというか、まあ現にね、この番組ではそんなに取り上げてないんですけど、まあ日本の多くのマスメディアがまあ本番に今報道してるの一件が、要するに中国大手のね不動産会社である恒大というね集団コンスが、まあ、莫大のも負債を抱えて、今デフルトの、まあ、寸前だったんです。場合によってそのまま破綻してしまって、それが、一つのきっかけでね不動産バブルが崩壊してしまうのではないかという話が、今中国国内でも海外でもね結構報道の話題になってるんですけど、いや実はそれと同時にね、もう一つ私からすれば、まあ、恒大問題よりもさらに深刻な問題が何かというと、実は8月において中国でね、経済の面でどういう、大変な異変が起きたんです。それどういうことかと なりますと、9月15日にね、まあ、国家統計局が8月のね経済の、まあ、1年の、まあ、そういうデータを、まあ公表したんです。それによりますと、一つ非常に注目すべきなのは、要するに8月の社会消費品小売総額、まあ日本で言えば要するに小売のね売上高はね、まあ一応まあ伸びていますよ。2.5% の増だったんですけど、しかしね7月の伸び率はね 8.5% 増だったんですから、ただ7月よりはね7月の伸び率よりやっぱり激落したんです。しかもですよ、さらに言えば中国のね社会消費品の小売総額の伸び率はねピークに達したね今年の3月だったんですよ。今年の3月の伸び率ね、それも驚いたものであって、なんと 34.2% 増ということで、今のまあ伸び率で言えば今の10倍以上ということです。ちなみにですよ、これは、2020年、去年の8月から今年の8月までの、中国のね国内の、社会、消費品小売、総額のまあそういう上がったり下がったりそういう推移ですけども、やっぱりここがピークですよ。3月、今年の3月はピークで、そこからねぐん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 、ここからどん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 下がって下がって下がっ て、ここで8月には、先月にはまあ 2.5% まで下がってしまって、もう去年はあれがコロナ最中だから、もうコロナ最中のああいう状態になっているということが、じゃあ何が言いたいかというと、8月になるとね突然、まあ突然というのは今でもそういう傾向あるんですよ。やっぱりね8月には特に顕著なのは
国民の消費が一気に冷え込んでしまったというような話。じゃあそれどうしてそうなったかとなると、まあ中国国内でいろんな説明、経済の視点からの説明あるんですが、どうやら、どれもちょっと納得がいかない。まあ私からすれば納得のできる、行く、そういう一つのまあ説明はね、要するにね、8月、さっきこの番組でもまあ取り上げましたように、8月から習近平がもう文化大革命的なことを始めたんでしょ。学習塾とかそういう産業を潰す、大企業をいじめる、金持ちたちに対してそういうね、集達を始める。そうなるとやっぱり特に中産階級たちが未来に対して非常に不安を感じてしまうと、当然ね、みんなね、財布の紐が固くなる。まあそれでまあ経済も当然ね、低迷してしまうということ。それと同時にね、もう一つ8月に注目すべき、動向が、要するに数字上の動向が、要するに不動産のね、不動産市場もかなり冷え込んでる。例えば8月の全国の不動産販売のね、売上総額は前年同期、要するに去年の8月と比べれば、19.7% 減、まあ約2割減という話。あるいは今年の1月から8月までの不動産のね、着工面積は、去年の同じ時期と比べればそれも 3.2% 減、まあ要するに不動産市場もかなり低迷してる。まあ低迷してることは当然でしょ。恒大の話もそうですけどね、今までみんなね、莫大の借金をして、それで不動産2軒目3軒目を買ってしまった。しかし今蓋を開けたら、例えば恒大の不動産買った人間はね、みんなこれから大変なことになるんですよ。恒大が建てたマンションはね、もう何百件は今ね、未完成のままでね、おそらく完成しない、永遠に完成しないということで、じゃあそういう物件を買った人間ね、財産すべて失ってしまう。そうなると不動産市場はね、まあ要するにバブルがもう結構もう頭打ちになって、まあ今後ね、まあ不動産市場のより一層のまあ衰退が避けられない。でそれは中国経済にとって大変深刻なのは、いや実は中国でね、よく三体の馬車という言葉、よく経済学者たちは使うんです。要するに経済を引っ張っていく、成長を引っ張っていく3つの大きな原動力がこの三体の馬車ですよというのは、じゃあ三体の馬車は何かというと、一つが輸出、一つが消費、一つが不動産投資を含めた固定資産投資。要するにこの3つが元気になれば中国経済がすごい成長ですけど、しかし今の話、もう消費がもう急速に冷え込んでる、不動産投資も、不動産市場が低迷になると不動産投資、要するに固定資産投資のかなり大きな部分を占める不動産投資も当然ね、そういう落ち込んでしまう。そうなると、あとまあ唯一頼りの面が、要するに対外輸出ですけどね、しかしそれもね、今後そんなにね続かない。まあアメリカとの貿易戦争もあれば、あるいはまあ今去年ね、コロナウイルスで世界中は大混乱に落ちて、生産のサプライチェーンが結構乱れたというところもあれば、それみんな中国で物を調達するんです。しかし徐々にね、世界各国の生産が回復してしまうと、中国の輸出ゾーンは当然落ちてしまうということになれば、まあ、今後ね、まあ中国経済もね、おそらく今年、まあ、秋からまださらにまあ冷え込んでしまう。さらに、まあ、恒大の問題も今ね、焦点になっていまして、もし恒大があれでそのまま破綻してしまったら、それの連鎖でやっぱりによって要するにそれこそリーマンショックから始まるアメリカのサプライ大変な、まあ、そういう経済大恐慌、そういう話になっちゃう可能性もないわけでもない。まあ、従いまして、私のこの番組も、そろそろいずれか恒大集団の問題を、まあ、特集か、あるいは、まあ、真相分析として取り上げて、ちょっと一回分析してみたいと思います。今日も、また、
ご視聴ありがとうございました。それでは来週、よろしくお願いいたします。あ、ちなみに、今週の、木曜日にね第2回目の、ワクチン接種を受けました。で